はい、こんにちは。毎日詰将棋探手数ですけども、今日まず詰手数は7手です。考えてみてくださいと。この詰将棋、持ち駒がなくて、ただこの玉って一歩たりとも動ける場所がないんですよね。でもまあ、詰ますとなるとちょっと、動くと取られちゃうっていう感じなんで。で、まあ、この馬が、この銀と、2-2 の地点でランデブーっていう感じを思いつけば、まあ、こんな手が、こう、パッととりあえず、目につくんですけど、これ取ってくれれば、これで、こういけば、もう、詰んじゃうんですけども、この手に対して、今、桂がこの利き、なくなっちゃうんで、こっち取られて、ギャーってなっちゃうんですよ。これ、まあ、それでも相当、際どく迫れるんですけど、取った銀だと、まあ、こういうでも、こっちでも、こっちは危ねえか。まあ、それでも、出し、こういく手も、こう取られて、まあ、詰まないですね。なんで、この、こうなる下準備として、まずは、とにかく狭い方に追いやると。これはもうさすがに、同玉の一手、この銀もまだ紐ついてるんで取られないんで、こう取らせてから、1三桂成と。これももう逃げるのは、こう突っ込んでいいんで、取る一手で、これで、3一馬が実現して、これはもう横か下どっち行っても2二馬までの7手詰めとなります。ということで詰め手順を確認すると、1二角成、同じく玉、1三桂成、同じく玉、3一馬、まあ2三玉、2二馬までの7手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画にはこのように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。